坂口良平は日本のレーシングドライバー。大阪府羽び野市出身。父の坂口健は元 BS ワークスライダーで、現在はカートショップを経営。甥の坂口春南美美もレーシングドライバーとして活動中。カート時代より比較的順調なキャリアを重ね、1996年にはフォーミュラ4のチャンピオンを獲得し、翌年には フォーミュラ3に参戦を果たす。その後、スーパー耐久やシビックインターカップ等のツーリングカーのレースを経験。1999年からは、韓国モーターレーシング底上げのために、招致ドライバーとして、韓国選手権に参戦。日本人としては、第一人者として努力し、2000年から2002年まで3年連続シリーズに、2003年には念願の日本人初となる。 KMRC 選手権シリーズ F1800 のシリーズチャンピオンを獲得する。また、2001年に韓国 GT 選手権にもスポット参戦し、第3戦では F1800 と GT の W ボールポジションを獲得してみせた。一方、国内ではフォーミュラドリームシリーズに2000年に参戦。テストから好タイムで、初レースでは連続表彰台。 セカンドルーキー賞を獲得した。歴史の長い鈴鹿 1000km 耐久レースでは2002年から2005年まで4年連続クラスポールポジションを獲得。そして、スーパー GT のシリーズ戦になる前の最後の年である2005年に優勝を飾る。スーパー GT では2006年にポルシェ 996RSR でスポット参戦。2007年は タレントチームでビマックをドライブ第3戦では7位入賞を果たす。2008年は名門ノバエンジニアリングとチームエマツがジョイントした4号車ビマックのエースドライバーとして初のフル参戦をし第4戦のセパンでは4位フィニッシュ。その他ではスーパーラップに年間5回出場、公式テストでもトップタイムを記録するなど速さを見せた。千二十一年スーパー GT の 第4戦、ムータレーシングインジェングのドライバーとして参戦、悲願のスーパー GT での初優勝を飾った。ありがとうございます。